Hello everyone, welcome back to my channel. 皆さん、こんにちは。ラブです。皆さん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。もう1月1日明けてからですね、もうすでに、14日、もう2週間も経ってるんですけれども、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。私はもう年末年始、暴食で、もう胃がもう先日崩壊しまして、もう昨日と今日とおかゆみたいなものを食べて過ごしております。一瞬ね2キロぐらい太っちゃったんですけども、また徐々に戻しつつあります。でジムもね、年末年始お休みだったので、今週からちょこっと行き始めました。はい、また普通にね週に3回以上は行けるようになりたいなと思っております。はい。で、年末だったっけかな、年始だったかな、もう忘れちゃったんですけども、あ、年始だね。もう1月明けてからなんですけども、なんか8000円以上を買うと、15% オフになるっていうね、ことで、ちょっとね、頼まれたものもあったので、ちょっと小箱ですけども、買ったので、今日、動画を作ろうかなと。まあ、今年の一発目動画は iHerb 開封動画ということになります。なので、興味ある方はぜひこのまま見てください。はい。で、もうね、リピ品が多いんですけども、なので、さささっと終わるかなと思っております。前回ですね、もう2本買っていたので、もう1本が半分以下になったから、1本だけ追加バックアップで買っておきました。カフェバステロのエスプレッソ、ディカフィネイテッドインスタントコーヒーでございます。で、こちらはですね、なんか、iHerb 全然見ていなかったら、久しぶりに開けると、このカフェバステロの、メーカーから、結構な種類のコーヒーが、iHerb で、出されていました。これの、ディカフじゃなくて普通のあのコーヒーのやつもあるし、フィルターで出すドリップの粉もあるし、スティックで入ってるやつもあるし、カプセルでのやつもあるしって いろいろありました。まあ、とりあえず私はこれをずっともうリピし続けております。うん、今のところは全然飽きておりません。はい。で、次、あら、箱が。押しつぶされておりました。もうどれ？こちらね、ピーナッツバター&コって書いている、チャンクのクランチータイプのピーナッツバターです。これもずっと常備しているので、そろそろ前のがなくなりそうだから買いました。で、このオールドファッションクランチって書いてあるやつは、砂糖がね、追加されてなかったはず。うん、ここに No Added Sugar って書いているので、砂糖が入っていないんだけど、なんかね、ちょっとは甘いので、甘みを足さなくていい、もうほとんど足さなくていくんですけども、ちょっと足したいなっていう時は、このトーストとか塗った上に蜂蜜をかけたりとか、して足しています。うん、でもこれだけでも全然美味しいです。これだけちょっと小腹が空いた時にクラッカーにつけて食べたりとかしてジム行く前にね。うん、ただね、このタイプだからかなのかはわかんないんですけども、すごい分離していて、なんか久しぶりに開けると上にオイルが溜まっていて下にピーナッツバターが固まっているんですけども、それを毎回こうぐるぐる回して、やらないといけないっていうのはちょっとめんどくさいです。で前回はさらにめちゃめちゃ硬くて、その下の部分がもうオイルが全部上に行った感じがして、うん、もうカッチカチになっておりました。下が今回はちょっと触った感じは柔らかそうなので、まだいけるかなと。でもこれ、わかるかな？ほら、上のこのオイルの感じ、もう分離しております。うん、でもここのは美味しい。日本でよく見る輸入してるやつ、なんだっけ？スキッピーだっけ？昔はね、もう高校生の時とかはあれ好きだったんだけど、今は思うともうめっちゃ甘いなと思う。はい。で、もう一つ、もうこれもリピです。こちらね、お、なんかすごいほこりついてる、これ。
こちら、モデナのオーガニックリダクション with バルサミックビネガーをモデナって書いている、バルサミコの煮詰めたやつのソースみたいなやつ。煮詰めたタイプのバルサミコ酢です。で、とっても使いやすい、ケチャップとかの蓋で、ピーっていい感じに出てきます。本当にね、まあ、煮詰めただけあって、濃いめのバルサミコなんだけども、こういうモッツァレラとかバジルのカプレーゼとか、もうお肉料理とかでもね、オーブン焼きしたやつとかの、にそのまま乗せたりとか、もうジャガイモ、私はジャガイモ大好きなので、そういうポテトの、フライドポテトとか、ローストポテトとか、うん、そういうものにも、どんどん、まあ、焼いたもの、もう生のもの、いろんなものにかけて、食べたりしております。うん。生ハムがあったら、その、イチジクの季節にね、カリッと焼いたバゲットとかトーストに、生ハムとかチーズとかね、モッツァレラとか乗せて、まあ、イチジクとかあったらそれも乗せて、氷をちょこっとかけてね。かけすぎると煮詰まっているので、結構辛みを感じるので、ちょっとかけて食べたりすると。めちゃうまいです。うん。だいぶ高くなってるし、これ1000円以上しちゃうんだけど、だからこういうセールの時に買ったりしております。はい。使いやすい。さあ、こっからね、初めてのものなんだけど、これ、ニュールック。新しい箱になったのかな。スーパーブレンズ、トワイニングスのスーパーブレンズっていうやつで、アダプトゲンのメタボリズム、マンゴーチリチャイ。っていう不思議なフレーバーを見つけたので買いました。で、ロディオラっていうのがね、プラスで書いてあるんだけど、多分これがアダプトゲンというやつになるんだと思う。で、さっきちょっと調べたのよ。ちょっとよく聞く名前なんだけど、アダプトゲンって。何って、はっきりとは分かんなかったので、調べると読むね。アダプトゲンとはトラウマ不安、肉体的疲労などのストレスへの抵抗能力を高める働きのある天然のハーブだって。なので、このロディオーラっていうのがそのハーブの一種なんだろうね。うん。で、ロディオーラで調べると、なんて出てきてたっけかな。まあ、全然私はもう記憶力がないので。昔から需要競争の薬用植物として利用されてきた歴史があって、多数の臨床試験で、疲労やストレス軽減のエビデンスが取られて注目されているって書いてます。うん。なので、これがアダプトゲンね。で、これはね、ちょっとこれを取る前に作ってみました。もう、ここでご報告しようと思って。初めてさっき。でね、匂いがね、私大好きこれ。ちょっと、アメリカでさ、なんだっけ、私がよく言ってたキャンドルのとこ、バース、なんだっけ、あれ。ちょっと待って。バース&ボディーワークス。そう、もう行かなさすぎてもう名前忘れてた。バース&ボディーワークスとか行ったら、この匂いすごい。こういう匂いがするの。もうすごい思い出す。で、どんな匂いかというと、ジンジャーのちょっと辛いピリッとした香りもするし、で、その中にマンゴーの甘い香りがして、本当に入っているものそのものが匂います。ジンジャー、マンゴー、このロディオラっていうアダプトゲンね。で、チリも入っているっていうやつなんですけど、本当入ったものそのものの、はい、好きな匂い。はあ、で、飲んだら、ちょっとマンゴーの青臭い感じ、よくマンゴー、ドライマンゴーとか食べると、わかる、ちょっと青臭い感じもあり、で、プラス、ジンジャーなのかチリなのかが、喉のここら辺でピリッとします。嫌いじゃない。こういう寒い時にいいかも。私は冷え性なので、もう、ここにいると、もう、底冷えするというか、もう、芯から冷えてしまうんですけども、だから、ジンジャーとかね、シナモンとか、すごい、冬には取るようにしているんですけど、こう、
取ったからって言って、この体の中からポカポカするっていうのはあんまり味わったことなくて、昔から。これちょっと聞いてほしいな、そういうふうに。飲んでポカポカするって言ってみたい。で、これは、フレーバードハーブティーなので、カフェインフリーになっております。だから夜寝る前とかも全然飲めます。これでね、18ティーバッグス入ってるので、ちょっと楽しめそう。これちょっと変わったティーだけど、好きだわ。よし、よかった。で、最後、こちらね。私が、去年、ちょっとライブとかでも何回か言ったことあると思うんですけども、もう視力がね、恐ろしく、ガガガガーンって。まあ、毎年のようには、視力悪くはなっていて、よくコンタクトレンズの度数を勝手に変えたりしてたんですけども、去年の悪く、悪化の仕方のスピードが、ちょっと半端じゃなくて、変えたばっかりなのにまた見えなくなってっていう感じで、で、これはちょっとおかしいんじゃないかなと思って眼科に行ったら、視力の問題ではなく、この視力、目の周りの筋肉がこう収縮するのとかちゃんと動いてなくて、焦点がちゃんと合わせられてなくて見えにくくなってるんじゃないかなって言われて、大きい病気とかのそんな、疑いもなく、ストレスじゃないかって言われて、まあ確かにその時ぐらいからものすごいストレス溜まっていたから、まあなくはないなとは思ったんですけども、で、それでまあビタミンが入ったようなやつとか、ここら辺を緩和す、和らげるような目薬をね、2本ずっとそれからも刺してるんですけども、もう全然見えなかったりして、で、ちょっと笑うもうすがる思いでですね、ちょっと探して、姉にも相談したら、なんかこういう記事見たよって言って送ってもらった中に、ビルベリーっていうね、ハーブっていうのかな、ベリーだからブルーベリーみたいなものなのかわかんないけど、まあそれが入ったものがいいっていうのを読んで、で、ビルベリーでずっとアイハーブで探していたら、ルテインってよく、目にいいっていうのを聞くので、このビルベリーとね、ルテインが一緒になったっていうサプリを見つけてですね、もうどうせなら一緒のやつがいいかしらって勝手に思い、で、このソラレイっていうね、いう、ブランドの、ものを買ってみました。で、これね、たったのね、30粒しか入ってなくて1日1個なので、もう1ヶ月で終わっちゃうんですけれども、まあよ、お安くはないサプリですが、ビタミンみたいにね。だけど、ちょっと本当にこういうもので、効くんであれば、本当に、何、この、視力の問題ではないっていうのがわかるので、ちょっと、興味本位で買ってみました。これはまだね、飲んでないんですけれども、まあ実際ね、もうこの年なので 目のかすみとか言うでしょ？ 40 過ぎてね。だから、老眼とかね、ほんとそうなのかなと思ったけど、老眼って手元が見えないって言うでしょ？私手元は全然見えるのよ。超ド近眼だから、手元が見えるけど、もう離れると全然見えないから、老眼とはまた違うんじゃないかなと。かすみ目は老眼に入るのかしら？あれはまた別よね。さて。これ、どんなものかというとね、ちょっと中蓋、ちゃんと閉まっておりましたので、うまく剥がせなかった。えい。ここぐらいまでしか入ってない。なんでこの大きいボトル。なんか、真っ黒？まあ、小さい。飲みやすい感じ。向こうのやつにしてみればめちゃめちゃ小さいので、飲みやすいです。飲みやすいですけど、飲みやすそうです。そんなに匂いも全然ないし、ちょっとだけなんか酸っぱい感じかな。ローズヒップみたいな。でも、飲みやすそう。ただちょっとすごい損した気分になる。こんだけしか入ってないと。普通それだったらコットンとか入ってそうなのにね、何にも入ってないです。
うん、これはまた1ヶ月ぐらい飲んで、ご報告したいと思います。で、後でこの買い物のリストを載せておきますので、また興味あったものがあればね、そちらを見ていただければなと思います。その中にもう一つ紹介しないんですけど、これ入ってると思うんですが、リストの中に。これはね、友達に、前も頼まれたやつの、またリピー品ということで、ボディスクラブを頼んだので、これはお友達のやつです。はい、というわけで、これが私の2023年1月一発目の動画になります。いかがだったでしょうか？まあ、こんな感じで私も今年、ゆるく動画を作ったり、まあ、インスタの方をね、もうちょっと頻繁に、まあ、動画よりは頻繁に上げて、ライブもね、もうちょっと、やりたいなと思っているんですけども、年末はね、2回やったし、年始ね、やるって言ったけど、ちょっと調子悪くて、できなくて、本当申し訳なかったんですけども、また、パジャパやりたいと思いますので、時間があれば、ぜひ参加してください。はい。では、また次回何になるか、まず全然予定は立っていないんですけども、またお会いしましょう。Alright, thank you so much for watching, and see you next time. Bye!